はいどうも、偉い店長です。今回もですね、島田先生にたびたびお越しいただいておりますけれども、検証会とですね、創価学会と日蓮召集も含めてですね、3つがちょっとお互いにめちゃくちゃ嫌い合ってて、うん、攻撃し合ってるというのがあると思うんですけれども、うん、まあ、その背景とかですね、その理由とか、そういったことをお聞かせいただきたいなと思いまして、よろしくお願いします。元は日蓮召集なんですよね、うんうん、日蓮には6人の弟子がいて、これ六老僧って言うんですけど、でその六老僧の一人に日光上人っていうのがいて、その日光上人っていうのが、日蓮の墓を守っていて、でその流れの中に属しているのが、まあ、日蓮召集っていう宗派なんですよね。日蓮が残した言葉っていうのを日光が聞いたってことになってて、でこれは他の日蓮宗一般ではですね、認めてない、これは偽物だとされてるのがあるんですけど、その日蓮の遺言みたいなものを信奉してるのが、まあ、日蓮召集っていう、そういう宗派ですね。日蓮召集っていうのは日蓮宗の中でも非常にそのなんか排他的っていうか、もう自分たちの信仰だけが正しいっていう立場を、まあ、ずっと取ってたわけですよね。でね、そんなに大きなとこじゃなかったんですよ。ところが創価学会を、まあ、戦前に作った牧口常三郎って人がいますけど、この人が2代会長の戸田常世とともにこの日蓮召集に入信するんですね。それが元になってこの日蓮召集と創価学会の関係っていうのが、まあ、戦後になってもずっと引き継がれて、で1990年代になるまで、まあ、日蓮召集と創価学会は一体。だからね、創価学会に入った場合には必ず日蓮召集に入信するっていう、そういうことになってたんですよ、ね。創価学会っていう名前はあるけれども、その宗教の所属としては日蓮召集になっていたんだ、90年頃までは、日蓮召集はお坊さんの組織、創価学会の方は俗人、一般の信徒の組織っていうんで、まあ、講っていうのを作ってるんですよね。で講って、法華経っていうのがあって、まあ、法華経を信奉している人たちの、まあ、一般の人たちの組織っていうのが法華経なんですけど、創価学会はこの日蓮召集の法華経っていう、そういう位置づけだったんです。なるほど、でその日蓮召集の講のもう一つが検証会の元になった妙心講っていう、やっぱり講なんです。だからその時代っていうのは妙心講と創価学会が両方とも日蓮召集を支えてるっていう、そういう関係だったんですね。なるほどね。その時のね、鍵になるのが国立会談っていう考え方なんですね。創価学会とか、まあ、日蓮あ検証会、特に検証会が今よく言ってる、国のが、国家を守るための、日蓮宗というかの会談、会館を作るべきだという主張なんですけど、国全体が要するに日蓮宗を信仰すべきだと、そういう考え方ですね。戦前に出てきた思想家の方が唱えて、で日蓮召集ないし創価学会検証会がそれを継いだんだ。ところが創価学会が途中でですね、この国立会談という考え方を下ろしちゃうんですよ。普通にはそれはただ政教分離の考えに反しますから、まあ、そういうこと。戦後日本では不可能というか、そうですね、国立会談という考え方を創価学会が下ろしてしまったんで、ここにしちゃったと、妙心講がそれに対して反対して、これはけしからんと、国立会談で行くべきだってことを主張したんです。ところがその頃は創価学会圧倒的に巨大な組織ですから、言ってもしょうがないというか、日蓮召集の側が妙心講を破門にしちゃったんです。あ、だから創価学会の意見を組んで、日蓮召集がそこで、破門にして、 それが検証会になった。そうです。なるほどね。だからそういうところで国立会談をめぐってこの検証会と創価学会が対立してると、だけどもともとは同じような構組織だから中身が似てるんですよね。日蓮召集は創価学会も90年代から破門にしてると思うんですけど、それはどういう経緯によるというか、こ
これはね、創価学会がやっぱり独立しようとしたんですね。ああ、なるほど。もう日蓮宗宗の中の一組織じゃなくて、そうです。まあ、世界宗教だよみたいな、はい、あ今 SGI とか言ってるんですけどね、はい、お金の面でもね、創価学会が随分寄進してたんですよ、日蓮宗宗側ね。そうです。それだったら自分たちで使った方がいいじゃないっていう考え方がおそらく出てきたんだ。なるほどね。破門にする。そうです、まあ、売り言葉に買い言葉みたいなことじゃないけれども、はい、うん、だから今は日蓮宗宗と創価学会も関係ないし、うん、日蓮宗宗と検証会も関係がないっていう、そういう形になる。検証会と創価学会も関係がない、はい、関係ない。だけど対立してる。なるほどね。まあ、なんていうかね、大同小異といいますか、ほとんど同じルーツを持つからこそちょっとした違いが気になってしまうみたいな。うん、そうですね。で、特に検証会だけが国立会談ってことを、まあ、強調してる。今だ主張してる、はい、うん。だから、とにかく国立会談を立てるためには信者を増やした方がいいっていうことで、うん、100万の信者を目指した。で現在は200万を超えたっていうふうに一応宣言してますけど、本当かどうか分かりません。私はこの前は入信に。あ、そうですか、うん、じゃあ今日はね、いろいろ教えていただきましたありがとうございました、はい、どうも。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ツイッターや SNS でね、共有していただけると動画を更新するモチベーションになりますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。改めましてご視聴いただきましてありがとうございました。島野先生ありがとうございました。バカブロック、バカブロック、バカブロック、ボールの視界に入ってくるだよ。バカブロック、バカブロック、バカブロック、ボールの視界に入ってくるだよ。